あ、こんにちは、リナイミニだ。皆さんこんにちは、リナです。あのさ、これさとかさの意味が結構わかりにくいんじゃないのかなと感じました。これは友達同士でよく使うんですけど、この言葉を使うことによってもっと親しい仲になれる気がします。なので今日は何々さをマスターしてみましょう。まずこのさの意味なんですけど、大きく3つの役割をしています。1つ目は、私がこれから話すことをよく聞いてほしいなという時に使います。つまり耳を傾けて聞いてねという意味になります。そして2つ目は、この言葉は文節の間や接続詞の後に使うことが多いんですが、まだ私の話は続きますよ、話は続いてますよという時にも使ったりします。そして3つ目が、何々さを使うと話しやすくなったり言いやすくなったりします。なのでリラックスして雰囲気が柔らかい感じで使うことができます。ねに置き換えることもできるんですけど、ねは女性がよく使う言葉じゃないですか。さは男女両方とも使えるので、さを使うことが多いです。だいたい意味が分かったと思うので、実際に使ってみましょう。あ、そういえばさ、昨日さタピオカ飲みに行こうとしたんだけどさ、まさかの1時間待ちだったの。それでさ、めちゃくちゃめんどくさくなってさ、結局諦めたんだよね。これさ、友達からタンプレでもらったんだけどさ、実はあんまり気に入ってないんだよね。リナはさ、これどう思う？まあちょっと微妙だけど、でもさ、せっかくくれたんだからさ、使わないと悪いんじゃない？あのさ、話あるんだけどいいかな？ん？急にどうしたの？例えばさ、私が君を好きだって言ったらさ、どうする？お、テスト100点だったの？すごいじゃん。まあ私だってやればできるからさ。でさ、テストで100点取ったからさ、プレステ4買ってくれるんでしょ？ということで、こんな感じで使っていきます。あのさ、もしかしてさとかは本当によく使うので、皆さんもよかったら使ってみてください。ちなみにですけど、例えば引っ越しすることになったさというと、引っ越しすることになったよというただの方言になってしまいます。なのでそこは気をつけてください。ではまたね、バイバーイ。